TV をご覧のみさ、ま、どうもー今日は日曜日なので急いで帰って竹内涼真さんの出てるドラマを見ようと思うフットボールサタカーもあらかっちでーす。ということであのゾンビのドラマが完全に気になってしょうがないんですが今日はこちらはい「ネメシス。1HGAG」こちらのニューカラーのご紹介になります。ということで南野選手が移籍して初ゴールを決めたんですがもちろんこのスパイクを履いてましたね。ということで、えー、ご紹介をさせていただこうと思います。 はいということであのー、これは全カラーですねパープル系のカラーでこちらがブルー系が新しいカラーとなっておりますまあ,あのデザイン一緒なんですが全然見た目違うカラーリングですねこれもう何色というか何のデザインか分かんないんですけど非常に怪しいカラーリングとなっておりますということで、まあ、しっかり3本ラインはこちらに入ってるんでですね合いだすとすぐ分かるんですが ネメシスということでアジリティこちらを種にですね設計されたデザインとなっております。まあ、あのテーピング効果だったりこのしっかりバンドで足を包み込む、はいまあ、変わった形のバンドのような形、バンテージのような形ですね。アッパー全体もそういった形であの包み込まれるようになっております。で見えにくいんですがこの突起がですねあるんでボールタッチが非常にボールを。 トライルですすねキックも含めデデザインモデルとなっておりますこの中にネメシスと入ってますね360アジリティということで,でヒールカップもしっかり、はい、してますで HGAG はスプリントフレームトップモデルには入っておりますんで非常にあの蹴り出しだったりですねスピードに乗ってもぶれないというですね はい、ししっっかりりたソールとなっております私も個人的に HG ソールのこのスプリントフレーム大好きなんですが特にほんとネメシスが一番あの気になるというかおすすめですね個人的には、まあ、幅もちょっと広めではあるんですが先はしっかり細くなっててホールドしてこの薄い人工の皮がフィットしてきてですね非常に伸縮性の高いこの、はい、バンドとなっております アジリティということでまあ、この踏み出した足をしっかり反発してはい捉えてくれるんでですね非常にあのサッカーには適しているスパイクじゃないでしょうかねはいスプリントフレームの反発も素晴らしいですということで南野選手も履いてるネメシスニューカラーぜひお早めにチェックしてみてくださいまあ旧カラーはですねクリアランスとなっておりますのではいよろしくお願いします 以上ネメシスニューカラーのご紹介でした以上ですバイバイ